get scandal.立ち入り禁止だって言ってるだろ。何回言ったら分かるんだ。お前いい加減に。なんだ。待て、おい。こちらFブロック220。上層階からの落下物を確認。 そこで壮大な計画が発足。上へ上へと街を重ねる完全自立型の重層構造都市が生まれた。立浜特殊区域、ユートピアを目指した管理都市だったが、ある存在をきっかけに綻びが出始めていた。救世主か犯罪者かどうすか編集長。仮想界に謎の超人って速水てっち上げにも程がある。 こんなのな、仮想に住むやつらの願望だよ。作り話だろ。いや、本当なんですって。だから俺、実際会ったことあるんですって。早い。こういうのはな、お前、笑えん。ですね。だが、お前のクソつまらん記事のせいで売り上げが5割増しなのも事実だ。 さっさと次をかけ。うっす。あっ。ジル様、都市機能に不具合が出始めています。 AI の老朽化に問題があるかと。分かってる。あの子がいれば。 いやどうもジル様、僕なんかに何か。速水という記者ね。あ、僕なんかのことを知ってくださってるんですか。それは、あの女を見たの。あの女、お前が記事に書いた女だ。いや、
見てません。会ったことがあると聞いたわよ。あれは嘘です。冗談です。本当？本当です。そう。もし見つけたら私に知らせて。 待ちかれてたやつがまた野垂れ人だっけ。何回も言ってるだろ。外じゃウイルスで生きられないって。外も地獄、仮想も地獄だけど上層はパラダイス。上層界のレベルはエラバレ人間。格好悪いな。 俺たちはここで生まれたんだから、ここで生きていくしかねえんだよ。あ、どうしよう。パパ、噂してる？ここもこの町には立ち入りがいっぱいして。また、年取りじゃん。ひどいって、そんなんじゃねえんだよ。話聞いたんだよ、この間。あの、それの派手な。お、くぐっちゃう。あと3日か。わからんぜ。本気でござる。 ごそさん、ちょっと、あんまいよ、あやみちゃん。いいじゃんよ、そばも残してるさ。いいよ。 早く来てください。
過程の報告は必要ね。ソドムのカメラはどうなってる？電波障害を確認。信号防壁。今すぐメディアボールを現場に送れ。これは一体。クロさんは無事です。琴美ちゃんも。そうか。変身？いや、そうなんすよ。パッて光ったら、ソドムから女に。何言ってんだ、お前。いや、ほんとっすよ。今どうだ？居住地区の B です。あれ？浦木さん！あ、浦木さん。あいつか。お前がずっと探してたやつは。そうなんすよ。やっと見つけた。あいつか。とりあえず行きましょう。ちょっと。メディアボールが停止しました。ソドム、現在現場周辺を捜索中。まだ見つかっていません。があるだけだ。あんたが助けたクロスさんは俺たちの仲間なんだ。なんで助けた？私に構わないで。くそ。大丈夫だ。あとはお前が確かめろ。あいつが何者なのか。わかりました。
しょびしょじゃない。ただいま。帰ったのか、ひとみ。うん、知ってるでしょ、この雨は体に悪いのよ。私は大丈夫だ。うん、ダメダメダメ、母ちゃんの前じゃいつまで経っても赤ん坊みたいなもんだ。さあ、帰りなさい。もう母ちゃん、飯飯。はいはい、もうできてるから。時間がない。今すぐこのエリアを封鎖して挙手モードに変換。了解しました。同じこと言ってんじゃねえか。だってそう聞かれたからさ。そうよね、そう言われちゃね。この時代な、うめえもん食べられるだけでもありがてえと思わなきゃな。お父さん、こっちも好きでしょ。うわ、好き好き好き。ナーバスにならないでよ。俺はジャーナリストの早見誠司。早見、あなたの記事は読んだことがある。なぜ私を？
俺はこの仮想界の出身だからね。ここで苦しんでる人たちに希望を与えたくて。余計なこと。そんなことない。仮想の人間にも希望は必要だろ。富裕層には弾圧されて、有害な雨まで撒き散らされて、どこにも逃げられないんだ。こんなの気休めだ。あなたが何者で何をしようと私には関係ない。これ以上つきまとわないで。それは無理だね。やっぱ覚えてないんだ俺のこと。君が上から落ちてきた時、俺はあそこにいたんだ。天使が落ちてきたのかと思ったよ。腕の文字も顔も20年前のあの時のままだ。あの後捕まりそうになった俺を助けてくれただろう。まるでヒーローみたいに。あれからずっと君を探してたんだ。私を探すためにジャーナリストに。そうだけど、それだけじゃない。この仕事なら怪しまれずに上層階のデータにアクセスできるんだ。都合がいいんだよ。都合？何を考えてるの？上層部の頂上にこの都市機能を維持している AI がある。それを破壊する。全ての排気システムはその AI がコントロールしてるんだ。上の人間たちは雲の汚染量が日に日に増加していることを知らない。快適な生活を維持するためにあの汚染された雲が排出されてる。その雲が降らせる雨のせいで仮想に住む人たちは疫病に苦しんでる。俺はあの雲を消し去りたい。だから AI を破壊する。そう。どうか力を貸してくれないか。無理よ。いや、ちょっと待ってよ。ひとみちゃんは味方だろ。昨日だって。私はあなたが考えているような存在じゃない。私に関わらないで。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと。外出時はマスクを携帯しましょう。彼女も同じなの？同じ？その人間じゃなくて機械。まあジルが AI を操作してるんだろ。あいつが AI 作ったの。ついてこないの？このままじゃ大変なことになるんだって。ひとみちゃん。ひとみちゃんって慣れ慣れしく呼ばないで。しました。ソドムを投入します。
んだ。ひとみは大丈夫なの？ひとみさんは大丈夫です。二人はその隙にあっちの出口から逃げてください。よし、行けるか。再起動する前に片付けろ。ソフト、銃には触んな。はい、はい、もう大丈夫よ。パパ、ひとみ、お前には二つ大事なものを埋め込んだ。一つはあの人間もどきの不完全体がどう。逃げるぞ、ひとみ。こっちだ、ひとみ。そう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 、そういうこと、そういうこと。だからさ、この個体はナノミクロの分子構造、形状をキープしてるわけ。服が裂けようが、肉が飛び散ろうが、自己修復できるわけ。そのためにバージョンアップもしててさ。うん、あのちょっとここのサンプル取ら、つまりさ、気色悪いってことよ。接続会の作業服を用意してくれ、3人分だ。わかりました。やっと目が覚めたか。早見はどこ？お前のせいでボロボロだよ。おい、黒瀬親子は？はい、潜伏地で確保しました。
丈夫？俺は全然大したことないよ。ひとみちゃんはさすがだね。ったく、無理して笑ってばっか。本当っすよね。一番悲惨な思いしてんのに。ねえ、ねえ、おじさんとおばさんは？ごめん。そう。人が死んだってのにアンドロイドっつうのよ、たくよ。協力者がいるようです。絶対に逃すなと言ったわよね。シル様、時間がない。ありがとう。あの、おじさんとおばさん、あの二人は私がアンドロイドだって分かってて自分の子供のように面倒を見てくれたの。行き場がない時初めて優しくしてくれた人たち。ごめん、私が悪いの。私が二人に甘えたから。話したか？まだです。2日後、上層階で建国イベントが開かれる。仲間の情報じゃ、その時排出される汚染物質の量は過去最大になるらしい。それまでに AI を止めないと。仮想で大勢の人が。時間がない。何か AI を止める方法を知らないか？やっぱりただの機械だな。とんだ無駄足だ。ちょっと。私の父如月博士は都市機能を AI に管理させる研究をしてた。そのために作られたのが私よ。何？どういうこと？
AI の動力源として、博士は半永久的にエネルギーを生み出せる空中元素固定装置を私に埋め込んだ。この装置のおかげで私は物質を作り変えることができるの。そんな重要な役割があるなら、なんでお前は仮想にいる？ジルが都市機能を管理することになった時に、博士は私を逃がしたの。逃がした？なんで逃がす必要がある？そのそもそもジルって何なの？彼女は新型のアンドロイド。感情を持つ私に人間の管理はできなかったから。だから感情を持たないジルを作った。ええ、徹底的な合理主義者。ジルにとって人間たちは部品と同じで、博士は？冗談じゃねえ。俺たちは AI を破壊する。なあ、一緒にやってくれないか？やっぱりお前のプランはただの夢物語だ。俺は俺のやり方でやる。ちょっと待ってよ、ウラクさん。あんたがやろうとしてることはテロリストと同じだ。平和を取り戻すためには犠牲はつきものだろ。それじゃあ上の人間と一緒じゃないか。この計画に2年かけた。その間に捕まったやつ、殺されたやつ、病気で死んでいたやつ、何人いた？このままじっと我慢してろっていうのか、お前は。他に方法があるでしょ。やる気がねえんじゃしょうがねえだろ。あのちょっと。彼は何をする気？ AI がある高層タワーごと爆破しようとしてる。そんなことをすれば関係のない人たちまで巻き添えになる。俺はそんなことしたくないし、させたくないんだ。君がいればもっと他の方法で AI を止められる。だから。局のサーバーに不正アクセスを確認。
私に関わらない方がいい。私と一緒にいなかったら轟さんたちは死なずに済んだ。全部私のせいよ。私に関わった人たちはみんな死ぬ。今までもずっとそうだった。それは違うと思うな。俺は君に関わったけど、見ての通りピンピンしてるよ。あなたは特殊だっただけよ。ずっと逃げ続けて何の意味があるんだよ。博士にそう言われたの。でもこの仮想界から誰も人がいなくなったら逃げ場所はなくなる。そうだろう、ひとみちゃん。だから馴れ馴れしく呼ばないで。博士もさ、きっとこんな事態になったら君に動き出せって言うと思うな。分かったようなこと言わないでよ。博士は私の父親なの。私の中にいる如月ひとみが博士のことを一番分かってるのよ。そうかな。どういう意味？君には感情がある。俺たちと同じだ。だったら無理してアンドロイドになりきる必要はないんじゃないかな。命令に従う必要もない。自分の感情で無理して笑ってばっかりいるあなたにそんなこと言われたくない。そっか、説得力ないか。どうしてそんなに笑っていられるの？苦しい時こそ笑えってね、教えられたんだ。それにさ、みんな暗い顔してるから俺ぐらいは笑ってたいんだ。あ、今の俺かっこよくない？変な人。笑った。笑ってない。笑ったって。笑ってない。いやいやいや、笑ってた方が可愛い。しつこい。でいって、ごめん。ほら、生きてるよ。如月博士について調べてみたんだ。博士は生きてるよ。管理局のデータ上では生きてることになってる。高層タワー最上階に博士の ID。 彼はきっとそこにいる。目指す場所は同じだ。一緒に行こう。必要ある？あるんです。もう
ちょっとな胸のボリュームは。いや、なんでも。なんかみんな私を見てるんだけど。効果抜群。予定通り頼むよ、ひとみちゃん。浦木さん、聞こえます？ああ、電気を遮断したら俺たちはタワーの下に向かう。電気を切る前に必ず連絡くださいね。アヤミ、排気開始までのリミットは15時だ。それまでに AI を破壊できなかったら俺は迷わず高層タワーを爆破させるぞ。分かってます。それまでに俺たちで何とかしますから。当てにしてないから。サーバーにウイルスを？そう、それで排気を止める。博士の ID を検索した時、タワーの構造解析ファイルを取り出したんだ。サーバールームは最上階手前、換気ブリッジを抜けたところにある。セキュリティを制御している電力は上層の地下接続階。今浦木さんたちが発電エリアに潜入してる。そして俺がブリッジを抜けるタイミングでケーブルを破壊して電力を落とす。それまで私がジルを引きつけるのね。そういうこと。ギリギリね。もし止められなかったら。大丈夫、うまくいくって。
もうちょっとで入り口。ちょっと待って。え、何で被害ですか。これでこの辺り一帯のソドムが警戒モードに移行した。ソドムをパーティー会場へ。了解しました。向かいますか。いや、待機だ。マークされた。予定より早く発電所を爆破する。え、いやダメですよ、まだサーバールームについてませんよ。いや、それにまだひとみちゃんだって。待ってる余裕はない。悪いが起爆する。待って、計画が。こっちにも事情がある。で、サーバールームか。これからですよ。あの部屋は防壁があって通信できませんからね。でも雲は俺が絶対止めますから。リミットもそれだけだ。落ち着いてください。It's okay.
そっちはどうなってるの？ちょっと。早見、ね、聞いてる？ヨウちゃん。何があったの？どうしたの？通信ケーブルが断線しました。換気ブリッジ。ターゲットが会場から移動を開始して。想定。あとは頼む。
えた。はい。博士はどこ？それを聞いてどうする？どうせ何もできない。いるのね。あなたに関わった人間すべて私が処分する。ゴミのようにね。いい顔。あなたを破壊して空中元素固定装置をもらう。空中元素固定装置の能力はこんなもんじゃないわよねえ、キサラギ博士。死ぬ前に見せてあげる。これが今の如月博士。父さん、今もこの天才的な脳を使って町を管理してくれているの。なんで？あなたが逃げたからじゃない。死ぬ寸前だった彼を生きながらえさせてあげたんだけど、残念ながら彼寿命なの。だから空中元素固定装置で再起動させる。あなたたちは一つになれる。嬉しい？嬉しいでしょ？じゃあね、私の可愛いキューティーハニー。
大丈夫。下では繋がらなかった。こっからだ。くっそ。やっぱりダメだ。排気口が閉まらない。ここに来れば止められるって。命令コマンドがロックされてる。解除できない。これで最後です。あなたと総長。ひとみちゃん。ゴミが。早見。嘘だろ。ちょ何言ってるんですか、裏木さん。やるじゃん。お前ら。ナノマシンの集合体、つまり空中減速固定装置はあなた自身だったのね。時計。須賀木さらぎ博士。どけ。でももうすぐ死んじゃうけど。あなたは私に勝てない。なぜなら不完全だから。違う、不完全だから立ち上がろうとする。不完全だから諦めないの。やったのか、あいつが。私を倒して世界は変わらない、永遠に。そんなことない。
あなたが思っている以上に人間は強いの。久しぶりだな、ひとみ。ひとみちゃん。お願い、父さん。あの雲を止めて。じゃないと、たくさんの人が。それはできない。AI を止めれば、雲がなくなるというのは、お前をここに誘い込むために。ジルが流した偽りの情報だ。そんな。パパ。あ？何あれ？どうした？琴美。実際にはすでに廃棄できない量の汚染物質が溜め込まれている。あれなんだよ。こっちほらやばいよ早く。それが消えることはない。ジルが作り出した歪みのつけだ。ふざけんな。あんたが作った町だろ。なんか方法が。方法はある。私はずっとお前を見守ってきた。お父さん。私は決していい父親ではなかった。だがお前は私の娘だ。大人になったんだな、ひとみ。自分が正しいと思うことをしなさい。方法って何？何かあるなら早くしないと。
ひとみさん、
を探してたんだ。逃げ続けんだ。俺を助けてくれたヒーローみたいに。人目にやっと友達ができたって。本当？ありがとう。世界は変わらない。君には感情がある。一つ大事なものを埋め込んだ。俺たちと同じだ。一緒に行こう。私の心に刻み込まれた。